では曲からいきたいと思います。夢見る少女じゃ。はじめまして。
してじゃない方もいるかと思います。このイベントに何回か出場させていただいて、最近アイドルの方もね見えるようになって、アイドルのファンの方にもちょっとリーチされてないかななんて思ったり、なんか羽織ってますね。どこかな、まだ羽織ってますね。今日は先々この間はちょっとジブリシリーズでやらせていただいたんですけど、でお子様にちょっとお気を込めていただけたらと、今回はちょっと全国 J-ROCK で攻めてみたいなと思っておりますので、ぜひ聴いてください。ありがたい助っ人が久しぶりにお目見えする感じお久しぶりですありがとうございます。良さそうですね。今度は中島美香と、はい、まだもうちょっと休みたい負け組ですけど大丈夫ですもう宣言しちゃっていきますよ。ここだけはちょっと買っていきたいですよはい、では中島美香のグラマラスカイを聴きください。
ラストに向けてプリプリコーナーに行きたいと思います。次はね、ちょっと激しいの、激しいかな、ちょっと激しいの続いたんで、ちょっといや、ゆっくりめのやつを行きたいと思います。え、親指、そう、親指の休憩タイム。もう体調は大丈夫ですか？バッチリ。一時期統合していました。もうちょっと丸くなりましたかね。大丈夫。いや、私の方が丸くなってるから、そう。どんどん成長しちゃって、困っちゃう。もうどんどん中でしょ、前見た時より気づかない？ちょっとね、ちょっとっていうことにしてください。食欲ばっかりあって困ってます。さあ、いきますよ。そんなこと、プリンセスプリンセスで
下も押さえる。次はね、もう今を押したやか。おとなしいで回りました。ここから元気でいきたいと思いますよ。この間のランキングプリンセスプリンセスでなんかランキングで1位になってた曲いました。何の番組だったか忘れちゃった。いただきますよ。ダイヤモンドお聴きください。Bye.
なんですけれども、そう、その前にメンバー紹介させていただきたいと思います。オーペンスのアップフォルスノー。そして先に入っていただきましたオンギタータガー。この後ね、岡崎のイベントライブハウスバーニーでイベントの方がこの後また岡崎に入って出演するという。そしてなんていうこれ、キムドクミキムさんはね、ソロでもねいろいろ出演したりとかしてるんですよ。 歌うんですよ。ぜひぜひ、なんか検索すると出てくるかもしれません。なんか今日の T シャツなんか負けちゃってるけど。アンドレアス・オヤミ。その真面目な顔でこぼってる。そして歌の大好きなおばさん、さとこでした。最後の曲、もう夏と言っていいでしょう、この暑さ。夏っぽいんだ。世界で一番暑い夏、お聴きください。